はい、まず、ルカヘッドコーチと の対戦が本当に久しぶりだったんで、まあ、天皇杯ではね、渋谷とは当たってますけど、まあ、すごいこう楽しみにしてたゲームでしたし、まあ、やっぱりね、徹底力とかアジャスト力っていうのが、まあ、素晴らしいなとまた改めて感じた今日のゲームだったんですけど、まあ、基本的にね、やっぱり何か変わっていかなきゃいけないっていう中で、ゲームの出だしからやっぱり強度をこう出せなかったりとか、負け出してからそこを変えたりとか、一人一人がね、徹底してこう、もうやりきるっていう、ただやりきるっていうか、もう突き抜けてやりきるっていう意識が、本当にこう、うちのチームはないので、まあそこがね、今日もそのあるところとないところが出たっていうゲームで、まあ、変わりきらないっていうところの現状をどうにかしなきゃいけないなっていうのを、まあ、また思ったゲームでしたけど、まあ、相手チームがね、本当にこう渋谷さんはいいチームなんで、まあ、難しいゲームになるのはもう元々当たり前なんですけど、やっぱうちのチームがどう変わろうとするかとか、一人一人が自分と向き合って、まあ、自分とまず戦って相手に向かっていくっていう状況を本当に作んないと、もうバイウィークまであと4試合かありますけど、まあ、シーズンずっとこう続けていっても、もうあんまり変わっていかないのかなっていう感じはもう今の時点で結構受けてるんで、まあ、そこをどうにか変えるのが僕の仕事ですし、せっかくね、今日もたくさんの、ファンの皆さんに来ていただいたのに、ずっと負けゲームで本当申し訳ないんですけど、まあ、その中でもね、もうちょっとこう自分たちが、その勝ち負けもそうなんですけど、内容的にいいゲームをこうできるようにしっかり作っていかなきゃいけないなと感じました。はい、まあ、ベテランのね、龍馬と周平筆頭に、まあ、ジェフ、が出て、そのオフェンスもある程度明確なオフェンスをしっかりやり続けたりとか、ディフェンスもそのファイトしたりポジショニングだったりとか、まあ、リバウンドまで行く意識とかっていうのがやっぱそこで出せたっていうところで、まあ、本当にね、もう出だしから一方的に行かれるようなゲーム展開でしたけど、やっぱそこを戻してくれたっていうのはすごい大きかったですし、まあね、でも、まあ、そういった中でもこうなかなか、なんていうのかな、まあ、主力として期待してる選手たちっていうのがなかなか上がっていかないっていうところの現状があるんで、まあ、そこがねないと、さすがにこういうチームにそのもっとそこセルまではいくかもしれないけど、結局そこから出せれるかどうかっていうのはやっぱこう全体の力がもう本当に 100% 以上出ないとなかなか B1 のチームにはそうなっていかないと思うんで、そこがやっぱ今日はなかったっていうのが、まあ、こういう結果になったかなっていう感じですかね。